はい、どうも、こんにちは。カリパイです。さあ、ミスタープレッパーやっていきたいと思いますけどもね。はい、今回もね、タスクを中心にちょっとやっていきたい、攻めていきたいということでね、今回はね、この前回ね、取ってきたレバーを使って、震度3のローペイを直すことと、あとね、この、ガラナをね、4鉢植えるっていうの、これをね、ちょっとやってみようかなと思います。よし、じゃあまずはね、プランテーション、ガラナを4鉢、これはね、ここで植えれるんかな。まず一回ここで様子見ましょうか。なんかね、種によってはね、あれなんですよね。あ、ほらほら、これプランターだ。なるほど、プランターか。よしよし、わかった。プランターはじゃあなんかありましたよ、確か。あ、これだ、これですね、プランター。木材と土。あ、作れます、作れます。よしよし。これか。あ、結構でかいんですね。プランターをじゃあ、1個置いて、置きますね。これに何個植えれるかだな。あー、プランター1個に1つか。なるほど。じゃあ、4ついるってことか、プランター。OK。じゃあ作っちゃいます。で、水もいるんだけど、あれ？まずいな。ちょっと待てよ。今日断水の日じゃん。水どっかにね、確保してなかったかな、余分。あー、やっちゃった。水ないわ。ほら、これ水が。ねえ、まだ早いですもんね。残念でした。あ、2個あるな、水一応。ちょっと待って、その前に今気づいた。これですね、このジビエ。狼をね、倒した時の、この肉を焼いとこう。イノシシ肉。でも食べちゃおうっと。よし。で、ブルーベリーも6個集まったから、こう作れますね。スムージー作って、オッケー。これはしまっておこう。いやー、水2個しかないなー。4つできないっすね、これね。まあ、しょうがないな。っていうかね、そもそもこれ4つも置くスペースが今ここにあるかって話だよ。あ、これ奥にも置けますね。これどうなるんだ、奥に置いたら。まあ、いいか、手前に置くか。で、ほら、微妙にこれで、ね、置けそうなんですよね。あ、置けた、置けた、置けた。よし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 。あ、こんな風にできるんですね。うん。でもな、今これ上、2個だけ植えましょうか。ね、水がないから、全部植えちゃうと枯れちゃうといけないからな。あれ？これ植えたことになってる？あ、できた。で、水をやる。よいしょ。で、この手前のやつも、植えて、で、これが最後の水。ですね。あと1個はね、ちょっともう水がないから、やめておいた方がいいかなっていうね。うん。よし、仮眠しよう。さあ、鉄が焼けましたよと。で、今、鉄が20になりましたね。プラスチックも16だから、鉄20、プラスチック10、レバーある。よし、これ、いけますね。震度3のね、森林ロープウェイ修理できますよね。で、まあ、どっちでも今水がないから、まあ、夜になったし寝ますか。仮眠してね、起きてすぐ寝るっていうね。どんだけ寝れば気が済むんだ。このね、寝るっていうシステムがね、本当にこれあれですね。なかなか難しいなと思いますね。これがあるおかげで、全然ね、連続してできないっていうね。流れが分断されちゃう。よし。でも、断水がもう終わったから、ね、水が溜まる。まだ水溜まらないな。じゃあ先に行きましょうか。ね、修理行きましょう。来た。で、ここで修理だ。よっしゃ、来た。レバーでしょ。これまたあれかな。震度4のやつを修理しろとか言って出てくるのかな。たーはーはー。やったー。
お、出てこないぞ。よし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 。え、これさらにいけるんかな。あ、来たね、震度4。でもな、今震度5とか見えましたよね。これ震、あ、まただ。また、なんだ今の声。なんだ？ちょっと怖いんだけど、ここ。雰囲気が。しまった、バット作ってくるの忘れましたね。やばそう、あの奥。うーわ。これ何にもないな、しかも。これ今震度5が最後、6がまであるのかな。ちょっとだけ覗きに来ます。何もね、これタスク出ないんですよね。なんか不気味だな。あ、やばいやばいやばい、狼。ちょ待て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 。まあいいか、ツルハシで。あ、なんか意外と狼弱かったな。めっちゃいるじゃん。ちょっとプレッパーさん、プレッパーさん、なんで、あ、これがあるといけないのか。何切るって。斧が必要だ。ジョニーが、あ、ジョニーじゃない、ジョーが売ってくる。うーん、ジョーという人物から斧を買うってことか。じゃないとこの先進めないってことね、これね。ほら、あ、うまいことできてますね。ちょっとじゃあ先に急ぎすぎたってことか。了解。じゃあこの先は、ジョーに会ってからって話だな。ジョーですよね。ジョニーじゃなくてね。ジェニーでもなくてね。よし、戻ろう。水がそろそろいけるかな？あ、水汲めましたね。オッケー。で、ブルーベリーをね、取ってきたので、これもじゃあ、あ、イノシシ肉またありますね。狼倒しましたからさっきね。で、ブルーベリースムージーも作っちゃいますよと。OK。で、これはしまっておいて。まあ、これ腐っちゃうもんな。これちょっとトレードしちゃおう。これもトレードできないかな。で、まずはこれ食べましょう。あ、美味しい。これも食べちゃえ。よし。で、トレード、トレード。ミニツマはない。あ、出た。これあれだ。両親ね、これをね、羽確かありましたよね、さっきね。あるある。これをじゃあ、売って、尻尾も2個売って、いいですね。狼の皮。もうこれめっちゃいいじゃん。よっしゃ、オッケー。それから、セルゲイ。セルゲイは特にないな。ナンシーも特にない。スーパー。ひまわり。ビートの種は買いたいな。ビートの種をじゃあ2セット。レストラン。ジェニー。あ、ジェニーガラナ買い取ってくれるんだ。ありがたい。キャベツも売っちゃおう。ジェニーさん、親切ですね。腐った食べ物も買ってくれるし。ねえ、これガラナとね、ブルーベリーで、これ金作できますよね、ここね。森にひたすら行って、取ってきてっていうね。ボブの家。ジョーっていうね、人物。これ金塊売っちゃおう。ジョーっていう人物から斧を買わなきゃいけないけど、ジョーってまだいないですよね、これね。だからジョーを解放しなきゃいけないな。よし。では、水があるので、ここに来てですね。こう植えちゃおう。ガラナね。あ、大丈夫か、全部売っちゃったけど。いいかいいか。種があるからいいか。ガラナの種植えますよと。OK。で、水をやる。これ水がないね。水をやる。よし。これも水やるか。あ、もう水がない。OK。これでタスクが OK ですね。これね、変わりましたね、タスクがね。ジェニーにガラナを20個持っていく。
ああ、売っちゃったな。売っちゃいましたね。売らんけりゃよかったな。で、それはバットをね、作っておかないといけないですね。バットね、バット、バット。バットはどこだ？これか。野球バット。木材で作れますね。よし、作っちゃえ。これね、2個作っとこうも。OK。で、バットはできたので、ちょっと待てよ。これ確かね、バットは、これ装備だな。装備、装備。よしよしよし。あ、バットなりましたね。OK。あ、もう来た来た。早いね。これ受け取ったら、昼寝かな。おー、来ました。よし、ちょっと待てよ。これをね、水がそろそろ。まだ全然だな。じゃあ寝るか。さあ、ガラナ、これあれですね。水が意外と、いるんだな。ねえ、すごい、世話がかかりますね。これまだできないんかな？まだダメか。やばいな。水の使用量がめっちゃ増えてきた。寝よう寝よう寝よう。出た。必殺のコンボね。仮眠をして、夕方から仮眠をして、ねえ、夜になって寝るっていうね。なんちゅうこったいな、みたいな。うわ、これすごいな。ガラナってこれ。水の消費が激しいな。なんかありましたよね。水を使いすぎると、どうのこうのってね。そういうあれかな、罠なのかな。金めっちゃあるけどな。いや、でもな、これ水がまだあとちょっとないから、じゃあ金もあるし、なんかトレードしちゃうか。なんか食べ物いっちゃおうかな。料理の本。出た。料理の本。40ドル？いっちゃいます？これ。なんか無駄遣いのような気がするけどな。ははー、この辺ももう、取りに行かずにここで買っちゃうって手もあるんだよな。あ、もう水がね、来ましたね。よしよし、水を取り出して、これはね、どうなんだろう。これまだ水あげなくていいかな。これはまずいかな。これ水あげるか。そうだね。これめっちゃ立派ですね。確かにこっち側のものとは大違いだな。で、これも水やるか。これもあげた方が、まあまあ全部やるか。本当はね、ちょっとビートをね、やりたかったんだけどな。こっちでね。食料がね、まずいんでね。これがまだ最後にやったやつ遅かったな。よし、じゃあ、ちょっと、手詰まりなんで森に行ってね、ブルーベリーでとね、ガラナでも買ってきますかね。ん？なんか今お隣さんが、こっちに来る気配が。このね、ちょっと待ちましょう待ちましょう。これでね、料理の本が来たんだよな。来た！料理本1。ほらほら、来た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 ！ケイト！この間ね、塩をあげたよね。はいはいはい、こんにちは。お！お裾分けだ！ありがたい！野菜スープの缶詰くれた、この間のね、塩のお礼に。いや、ケイトさん、そりゃナイスですよ。そりゃナイスだ。で、これはまだか。いや、でもね、どっちにしてもこれまだ水がないし、森行きますかね。うん。森に行ってブルーベリーとね、ガラナ取ってこよう。でもな、水の使い道がな、とりあえずスムージー作っとこう。これ全部食べて、もう一個いけます。何の音だ？なんか今、飛行機が飛んでる音がした。スムージーもう一個作っとこう。
で、ちょっと待ってくださいよ。ビートの種にかけか。これ料理本ってね、読まなきゃいけないのかな。ああ、こういうことだ。うおー、すごいすごいすごい。これ缶詰だったら長持ちするから絶対缶詰の方がいいですよね。あーんて、鉄がいる、塩がいるって感じか。ビートのスープと塩と鉄みたいな。人参のスープと塩と鉄。なるほどね。それぞれのスープに塩と鉄が必要ってことですね。で、それをでも加えるだけで長持ちすると。これもいいじゃん。塩漬け卵とかね。ガラスがいりますよと。キムチ。キャベツと。へーへーへー、オムレツ。あ、出た。これだ。エナジードリンク。これがあれば、睡眠のことがね、良くなる。乾燥ガラナって書いてあるな。ガラナを加工するんかな。うわ、すごこれ。めっちゃいいじゃん。まあ、いいや、ちょっと寝よう寝よう寝よう。いや、料理本ね、買って正解でしたね。これでなんかちょっと食料問題に明るい兆しが見えてきた。よっしゃー、来た。ちょっとじゃあね、どうしよっかな。乾燥ガラナって気になるな。どれでやるんかな。ここの作業台ではなさそうだな。ということは、調理台？調理台で、料理に、そんなものはないですし、ないね。ここであれですね。これ料理本が切り替わりますね。うん。乾燥ガラナ？これ食べることもできるんだ。これ一個食べてみましょうかね。普通にね。あ、結構回復するじゃん。乾燥させるためには、あ、ちょっと待って、そういえばね、なんかね、あったぞ、そういえば。これか、フードドライヤーだ。特定、これこれ。特定の果物や野菜を乾燥させられる。これですね、どうやらね。電子部品と鉄が8個か。鉄はね、使っちゃったんだよな、もう。いや、でもね、選択肢が広がってきたっていう意味ではいいことだな。ね、可能性が、今まではもうブルーベリーをね、山に取り、森に取りに行ってしかなかったんだけど、これ鉄、ちょっと焼いちゃおう焼いちゃおう。じゃあ、そうだな。それこそね、料理に塩とか卵が必要になってくるということだから、ですよね、これ買っておこうかな。とりあえず1個1個買って、卵は2個ぐらい買っとくか。あんまり買いすぎるとでもね、腐っちゃうといけないからな。水も買えますね。よく見たらね。ブルーベリージャム。いやー、しかしこれね、ガラナ、ほんと水をね、めちゃ使いますね、これ。水食い虫だな、これ。こんなに水いっぱい使うんだ。で、これまだ収穫できないんですよね。これ意外と大変ですよ、これ。これ、ガラナ20個ね、森に取りに行った方が早いですね、これね。水2個あるから、ちょっとこれビート植えちゃおうかな。ビート、水。こっちもビート、水。あ、来た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 。はい、毎度。いや、いつもより、もうそうそう、忙しいんですよ。ありがとうねー。よいしょ、んで、何でしたっけ。塩漬け卵は、あ、なんだ、こんなにいっぱいいるんだ。卵5個か。と、塩が2個足りない。卵3個、塩2個。卵3個、塩2個。買おう買おう。卵3個、塩2個。
やこれ意外とコスト高いな。ちょっと待ってください。これ大丈夫かな。こんな高いコストのものを。これね、卵5個も使ってって話ですもんね。ちょっと心配だけど、まあしょうがないな。それから、そうそう、フードプロセッサーでしたっけ？のためには鉄が必要でしょ？で、これまだだもんな。うん。まあでもね、ちょっとやることがね、見えてきたな。これをね、フードドライヤー、フードドライヤー、鉄8個を工面して、電子部品はね、なんかたまたまなんかあったんですよね。あ、そうだ。ちょっと待って。トレードでね、売れますね、そういえば。この辺だったかな。これ。これ売れるな。これ売って、あとなんかあったかな。こんなとこか。まあ、ガソリンはあれですね、鉱山だからな。よし、じゃあまあこんなとこですかね。はい、というわけでございましてね、今回はね、この、あれですね、地下プランテーションガラナね、20個っていうこのタスクのためにこうね、植えてね、こんな風になってて、うん。で、これあとまだね、なかなか時間かかる。うん。それからすごい水をね、必要としたってことが分かりましたね。まあ実際ね、拾ってきたガラナがもう17、まあ1個食べちゃったからね、18あったやつが17になったんですけど、ってとこですね。あとね、料理の、レシピはね、新しく開放したので、ちょっとね、次回はですね、新しい料理もね、やってみようと。あ、そういう風なこと言ってたらもう来てますね。これよく見たらなかなか、この人もね、癖のある顔してますね。来た。よっしゃー。で、これでね、次回、ここで、こっちか。あ、来た。これだ。これね、じゃあまあ、これ次回作ってということでやっていきましょうかね。はい。あとはこのエナジードリンクかな。これがあればね、結構夜出かけられるんじゃないかっていうこととね。うん。この缶詰ですね。このあたりもまたやっていきたいと思います。はい。というわけでございましてね、今回はここまでとなります。それじゃあね、また、次の動画でお会いしましょう。